今年の大会は、正規部員8人と助っ人の力を借りて、2年連続の勝利へと、意気込みを全員でかけています。1年生も2年生もこう学年を関係なく言いたいことを言い合って、こう悪いところは悪い、いいところはいいと褒め合うことができる、なかなかチームワークのいいチームだと思っています。昨年の大会で、一勝を混ぜてきたので、1個勝つことに全力を注ぎたいなと思っています。一生懸命やってる様子は伝わってくるので、そういうところを応援してくれる皆さんにお見せすることができれば、また子どもたちの成長につながるのかなと考えています。